です。お疲れ様です。暑いですね。暑い。もう偉い。久々の投手くん登場で。久々です。暑いもん。暑いとテンションだと下がるよ俺。今日はやばいですね。夏大嫌いな人。俺でも全然余裕だもん。やっぱ若さかな。そう。そうだね。もう何も言う元気ない。翔くんとか結構夜まで遊ぶじゃないですか、飲んだりとか。いや、俺よりトシ君のが飲むからね。あ、そうなんですか。そうだよ。次の人が夜型男だもん。次の人が大丈夫なんですか、それ。ん、いや、ダメだよ。あ、夏とか深酒は、まあ、一番やばいからね。何にも関係ない、これは。夏、次の日死にそうですけどね。パワーみたいなやつ。筋肉出てきました。今日はちょっとあれですか、そう、前に文句言ったやつ、あのカンタ君の、あ、佐々木に、あ、佐々木幻聴のやつね。え、幻聴のやつ。あ、そう、幻聴の。じゃあ俺ら今あれバラしとったんだけどさ、あれをバラした後にここの3面、はい、北面以外を組み立てるんだけど、こあっちで組んで、あっちでバラしてこっちを組むみたいな。そうそう、その材料でね、うん、はい。で、その組み立ての材料はその営業は図面出してきとるから幻聴で、はい、大体は持ってきとんだけどさ、はい、俺らも来てびっくりして、はい、全然違うやんって。あ、そうなんですか。書いてある内容もう意味がない。なんなら多分足りんぐらいな材料が、ね、あ、そんなあれなんですか。そうむちゃくそ適当に書いたなお前っていうぐらいの。いや、まあひどい言い方してるけど、はい、俺もそれ仕事だからさ言わんとね、はい、それ実際足りなかったらもう取りに帰るんですか。最悪は取りに帰るよ。名古屋まで戻るよ。ここ岡崎なのに、ね、か、はい、今あの社長のおやつさんおるじゃん、ドバに。あ、はいはい、もう急遽もう謝ってでも持ってきてもらうしかないよね今から。他のことやっとったとしても、もう今日中にやらなきゃ明日あの塗装の職人入ってきて次の作業に入っていくから。はい、それじゃああれっすね、これまだ午前中じゃないですか、うん、午後の現場での組み立てで足りないってなったら結構やばい。もうおやすさんぶち切るよね。何回かそれで切れられてみたいな。そうなんですか。とか本当他のやつに迷惑かけるけど、はい、他の現場終わらしてからこっちに来てよって、その材料、はい、あるとかいうやつをこっちに呼ぶ、はい、あ、そういうことですか。それがもしドバと真逆方向でも走ってこいっていう、俺らは。岐阜にいようがですか。そうそうそう、岐阜にいようが三重にいようが、三重から実際本当やったらもうドバに帰る予定のやつを岡崎まで走れと。一旦スルーですもんね、ドバ。スルー。あー、ドバが見えるって思いながらもずっと高速そのまままっすぐ通過していくね。あ、そういうことが起きるんですね。起きる。この現場はどういうとこが。まず、いや俺らもこっち側しか見てないんだけど、はい、でまず寸法を測るわけやん、はい。でこの軒が幻聴の紙だと400って書いてあったの。400ね、40cm、はい、40cm、 はい。でもこれ見た感じ400じゃないじゃん。どっから見てこれ400なのって思ったので、さっき、はい、40cm ってここまでの長さね。はいはいはい、こうやってここから軒が40cm ここまでしか出てませんよって、どう見ても絶対違うよね。お前でも分かるだろ。僕は40cm以上だねな、これ。はい。これでも実際どうやって測ってるんですか。まあスケール当てて。スケール当ててこうやって見るだけ。まあ近くで測れないから。はい。やっぱりここからもし壁からってこうやって測るときにこうやってすぐ数字が読める位置にある、はい、あったらいいよ。まあそうですね。でもないから空中でこう照らし合わせて見るんだけど。はい。まあその見方もさ。結構いろいろみんなにはさ、こういう風に見るんだよって教えてあげるんだけど、はい、まあできんよね。っていうか、多分めんどくさになるんだろうね、来て。あー、そうですね。なんなら多分この暑さとかだったら、はい、余計そのなる気持ちもわからんでもない。俺らも暑いとね、ちょっとはぁってなるから、はい、なる気持ちもわかるんだけど、でもここはちゃんと測ってくれんと、はい、俺らもこれ持ってくるやつが全部変わっちゃうからさ、ここまで変わる。これ多分あのもう肉眼でめちゃめちゃ違うの分かるから、はい、もう書かれとるやつと、はい、俺らの空想しとった段取りとはもう写真でもあからさまに、あ、違うんじゃないのかなとは思ってるけど、はい、写真と現地で見るとまた違うんだこれ。はい、それ図面とその Google マップかなんかの写真
ですかを照らし合わせて、いやいや、あとは現地で撮ってくれとる写真もあるけど、それでも写真と現物見ると全然違うんだわ、はい、写真で、あ、こんなもんしか本当にないんだなって俺らも思っちゃうから、は測ってきて書いてあるからね、はい、うん、あ、んさっきパッと測ったら、はい、ちなみに、現状の紙は40センチ、はい、俺がさっき測ったら80センチ、倍。倍だね。それ何が変わってくるんですか、40と80だと。ダブルかシングルだ。あ、でも俺らシングルしか持ってきてないもん。ちなみにここの多分どこで測ったのか、こっちで測ったのか、そこの幅で測ったのか知らんけど、敷地の幅が50センチしかないって書いてあったんです。斜めになってますね。そう、斜めになってる。この斜めも書いてないの。はい、はい、なってますね。で、いつもこの敷地の幅を測ってほしいのは、この、はい、まずブロックのこっちの中面でどんだけあるか、はい、でこっちだったら1065とか70ぐらいだよね、はいはい、普通に見ると、はい、でも絶対向こうで測ったら全然違うじゃん。違いますね。そういうのとかも書いてくれないと、はい、ああここのフェンス、あ、これ斜めにこうなってるんだねって、はい、でもね、軒出がじゃあ80センチあります、敷地はでも向こう50センチしかないってなったら、はい、これ空中に出すの、これ外に出す許可、あの取ってるのとか、そうそうそう、そういうことか。外に立てていい許可を取ってないってなると、はい、俺も勝手には立てれんじゃん、はい、そしたら空中に浮かします、はい、でも空中に浮かすとさ、外に浮かしとるから、はい、こう外倒れするじゃん、はいはい、それ倒れない処置も今度考えなきゃいかんじゃん、はい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 、うん、っていういろんな兼ね合いが出てくる。そういうだから朝来いよって営業に言ってもらって、だけどこんから、はい、まあ、来る人もおるんだけど、はい、こういうやつがもういっぱいおるから、それまたいちいち電話しなきゃなんで、俺らの手が止まるじゃん、はい、これどうなっとんの、そうそうそう、これ書いてあるやつと全然違うけど、これ借りとんの、あ、はいはい、これもしこれお隣さん側とするじゃん、はい、じゃあお隣さん側に出す話できてるいう話もあるんだよ。はい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 、はい、あ、そういうことか。いや、僕ちょっと昔寺岸さんの動画で、うん、なんかリュウジ君の現場でリュウジ君が組んだとこはシングル絶対ダブルが入るのに、うん、シングルがあったんだわとかなんか文句言ってたんですよ、リュウジ君に、うんうん、あって現状が違うってことなんですね、それだって。 ここがもしそういう幅で書かれてたりとか、はい、敷地もあんな一番狭いところの敷地幅で書かれとったら、はい、そんなに出せるなんて思わんじゃん。はいはいはい、うん、あ、謎が解けましたやっと。いやでもそれか軒が出てない現場、これがまっすぐの現場だったらポールね、はい、ダブルだ、例えば3階としたらダブル120枚いるってなったら重ねな感じじゃん、はい、トラックに乗り切らんのよ。そうだからもう多分リュウジ君はシングル120枚あったらもう重ねんでいいから、はい、シングルを。あ、そういうことか。そういうのも多分あるんじゃない。あとトラックに乗せれる乗せれんがあるから、一社で持ってこれる持ってこれない、はい、なんなら化石祭になっちゃうから、はい、むちゃくちゃ乗せちゃうと。化石祭はダメですね。化石祭はもう、まあ、俺らもしてないよ、はい、もうしないのを前提に俺らも考えてじゃあここ2社持ってかなあかんねとかいろんな話になるからさ。ああ、はいはい、で2社持ってきれないよってなったら、なあ、まあせめて狭い方でも組めるじゃんって、はい、じゃあ狭い方で行こうよって。もうトラックが準備できないもんね、その時。それとか2日に割ってくれてあるんだったら2日に分けて材料持ってきて組み立てますよとか。はいはいはい、うん、何でもかんでも1日でやれって言われたら俺らも1日でやる方向性で考えちゃうし、はい、うん、そんな問題があったんです。そう、いろいろ問題あるんだ。え、これここ面だけなんですか、問題ありなのは。ん、いや、もうこっちもだよ。もう正面側もだね。敷地がバチ、あの斜めになってるってことを書いてないから、はい、あっちがいくつでしたっけ、1000いくつでしたっけ、うん、で今こっちが、ちなみにこれ現状のやつ500って書いてあったんやけど670 絶対測ってない。もしかしたら俺の予想、あと多分400っていうのはこれで測っとるんですよね、多分。しかも多分ここの、そういうことか、これの多分お客さんからもしかしたら図面、はいのやつをコピーさせてもらって、はい、図面から101だったら101の定規で使ってどんだけ出てるかっていうのが分かっちゃうじゃんね。はい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 、それで測った上で、はい、こんだけ、はい、こここんだけって書いたか。あ、そういうことか。いや、そうやってやりたくなるのも分かるけど、絶対あの現地採寸しとかんと、はい、
たまに図面通り組まれてる、あの作られてる時と、はい、変更かかって変更後の図面じゃない時もあるし、たまに。あ、そうなんですか。ある。俺もあの多分あの視聴者の皆さん知ってるかどうか分からない、俺営業やってたじゃんね。はいはいはい。その時お客さんからのその図面をコピーさせてもらって、はい、見た時に窓があるのに図面には載ってないとか、はい、あれ？へー、あるんですか。で、窓が載ってないってことは窓周りのシーリングとか、はいはい、もうサイディングの家だったらしなきゃいけないじゃんね、はい、はいはいはい。でよく現地で数えないやつって図面から彫るんだ、どんだけ の数量あるか。はいはいはい。でも図面が合ってないのにそんな図面で採寸したらおかしいじゃん。おかしい。だって俺は全部現地採寸しかしないんだ基本。図面はもらうけど、はいはい、確実だよね。うん、そうですよね。平米測るじゃん営業で。はい。さあそれは最近みんな合ってきてもらって。ああ、はいはい。そう、だからそれはいいかなと思う。現状がちょっとって感じなんだけど、多分図面を当てにしちゃっとると思う全部。ああそういうことか。もう図面あれば、はい、わざわざ現地行って測る必要性ないじゃん。まあ確かにそうですね。でも図面と建物本当に一致しとるかって、はい、それ確認取ってないじゃん実際、はいはいはい、本当なのか、はい、じゃあ確認取った時点で寸法、本来の寸法が分かっとるわけじゃん。はいはいはい。なんで現地採寸もうしときゃいいんだ、早い、そっちの方が。確かに、まあ、とりあえずその図面じゃなくて、まあ、現地来てちゃんと測ってくれないと、まあ、後々困りますみたいな感じ。そうそう。っていうかどうせ敷地の幅は絶対測るじゃんね基本は、はい、だったらそのついでにちゃんと測ればって、はい、そんな大した時間かかんねえじゃん、バカなんだ。アドバイスだね。アドバイス、うん、愚痴れないで。愚痴れないです、うん、もう動画で話すことじゃないとかのコメントもやめてほしいですね。でも別にそれもいいんじゃん、撮る内容ないから撮ったんだけど。撮る内容がないんでこれ撮ったんですよね。ああ、ちょっと、ね、まあ、わけあっていろいろ撮れない、ちょっとあれなんで、そういうことっすね。そうです。じゃあ皆さん熱中症に気をつけて、はい、頑張りましょう。 OS1 飲みましょう。じゃあ足場半チャンネルお願いします。お願いします。他のチャンネルもいいんですか。他のチャンネルはいいんですか。はい。うん、そんなあの見たいやつが見ろ。お願いします。お願いします。はい。はい、また見てね。